エースケック。グエーフェムレンさんの死、東部アンソン、ムーミンダニの11月より。さあ、ちょに、すっかり明かりが灯りました。暗い窓ガラスを、ほんのり染めたオレンジ色や、緑色の自分のほかげを、ちょたちがじっと眺めています。 お客さんが台所に入ってきました。みんな楽しそうに挨拶を交わして着席しました。でも、ヘムレンさんだけは腰掛けないで自分の席の椅子の後ろに立っていました。そして、こう言いました。このパーティーは私たちみんなが一つの家族である印にも用す。 家族のゆうべであります。この特別のひとときのために、また、ムーミンパパに敬意を表するために、私は、詩を一つ書きました。どうぞ、このゆうべを、その詩の朗読から始めさせていただきたいと思います。フェムレンさんは、一枚の紙を取り出して、大声で読み始めました。 感激のあまり、声が震えていました。幸せとは、何だろう。日が暮れて、自由になったひとときに、ずしりと手に伝わるオールの重み、通信草と足をかき分け、泥沼からボートをこぎ出し、うなばらに広がる自由の値打ちを知ることだ。ああ、人生とは何だろう。人生は、 ひとときの夢、吹き荒れる、奇妙な嵐だ。道に迷えば、苦しみはひとしを、なすすべもなく、途方に暮れて、浮世の重みは、とえはたえ、ずっしりと重たい荷物のようだ。ああ、恋しい。オールこグ手に、ずっしりと伝わる重みが、12月ムーミンがに似て、フェムレン、 みんな、拍手しました。値打ちを知る、か。と、作ったおじさんは、その言葉を繰り返しました。いや、いい言葉だ。足の小さかった頃には、よく、みんなが、そんな言葉を口にしとったよ。ちょっと待ってください。と、フムレンさんは言いました。 拍手してくださる相手は僕ではないんです。ムーミンの家族に感謝の気持ちを示して30秒間静粛にしてください。僕たちはあの人たちの食料を食べているんです。つまり食料の残りをですね。あの人たちの木の下を歩き、あの人たちの作ったおおらかで友情に溢れて、 楽しく暮らす。そういう雰囲気の中に浸っているんですからね。一分間、ご静粛に、三十秒って、言ったじゃないか。と、作るったおじさんは、ぐつぐつ言いながら、早速一秒、二秒と数え出しました。みんな起立して、グラスを手に持ちました。緊張した一瞬でした。